お、起動カートラップ。どうやってんやこれ。あ、できた。あ、あ、そんな感じ。おいたいたいた。おっそすー。ダイングライト2ステイヒューマン、続きいきます。マイクロペーサー、どうぞよろしく。ということで、前回カールを救出いたしましたが、奴らに一杯食わされるとは。ああ、ちょっとうるさい。うん、ただソフィーと連絡が取れなくなったのよね。で、タンゴモーテルに向かうっていう、そんなメインストーリーの状況でございます。で、さっきちょっとこの辺チラッと見てたら、なんかいつの間にかね、火炎瓶作れる設計図をどっかで手に入れたみたいで、ついに火炎瓶がクラフトできるようになりました。それにちょっと喜んでおります。火炎瓶手に入れたぜっていう、そんな状況です。ってことで、いきますね。ソフィーを救うのかな。急に連絡が取れなくなったぞ。さあ行きましょう。この後、あー、ちょっと高いな。この後どうなるんでしょうか。よし。ただまあ、PK 軍、ちょっと待って、何ここ、めっちゃ汚染されてない、なんか。ここ入ると、ああ、そうよね。ダメよね。いや、やばいな、めっちゃいるな。いやー、PK 軍団の方もちょっとな、最近ちょっと連絡取ってないけど、どうなってんのかなっていう感じやけど。こっちの方でいいんかな。コンテナ検知気になるけど、こっち行くよ。ここだぞ、タンゴモデル。行っていいのかい。開ける。いいね。ジャクタ城の周辺が騒がしいようだが。あ、それだけじゃない。ソフィーの隠れ家が襲われた。そうなんです。ピースキーパーかも。そう、目的を思い出せ。いいね。セントラルループに行けりゃいい。地域の争いなんかほっとけ。ホーコンはどっち側。地下鉄に戻れ。ここまでの情報でもアイトールは通してくれるかもしれない。あ、マジ。え、え、ん、ここまでの情報でも、いや、あえてのこっち。わかった。地下鉄の駅に向かう。あえてのソフィー無視。また連絡する。え？よかった。ソフィー。いや、普通はあれはまあソフィーでしょ。どう考えてもソフィーを選択するよ。ただあえてそこを選択しなかったことで、ちょっとどうなるのかなっていう感じ。うわ、一気にそこまで行くの。ああ、アイトール会いに。オッケー。ああ、じゃあ頑張ってそこまで走っていきましょう。お、お前は、チビちゃん、どうした？前あったよね。チビじゃない。前や。待てよ、前にあったよな。俺はエーデン。名前はなんだっけ？マヤ。で、何してるんだ？盗賊を探してるんだ。ボコボコにしてやらないと。ボコボコに？でも今は感染者から逃げてるの。そうか。その盗賊は何をしたんだ？何したの？いっぱい盗まれた。一番大事なのは。あ、来た。
これ以上つきまとんじゃねえよ、クソガキ。ほら。ほら。大丈夫。肝が座ってるね。隠れてな、すぐに終わる。あ、何や、サイドクエストか、これは。思い出の品、サイドクエスト。ちょっとやってやろうじゃない。レベル1。大したことないでしょうか。はよ、今回。もっとはよ、殴って今回。来い、来い、来い。カーン。バカ野郎。早く倒れろ。痛いな、この野郎。お前は。ん？言い合んのか、こら。さっきまでの威勢はどうした？終わったー。あー、これでもうクリアかい？なんか誰か。あら、あ、いたいたいた、あんなところに敵いた。すごいところにおるわ。もうダメージ受けたやないか。敵が近くにいる、あいつのせいで。ちょっとやめて。お前のせいで。ほら、あなた、ほらほら、どうじゃ。あ、一生行くぞお前。ほら、あー、残念でした。で、あいつらに取られたのか。うん、うん、もっといるの。多分そいつらが持ってる。で、一番大事なものっていうのは？私のオルゴール。あら、なんでそんなに大事なの？どうして大事なんだ？お母さんのなの。それしか残ってなくて。片身か。大切にしてるんだな。うん、見つけて、そしたら見つけてくれたらあなたにあげる。なんで？助けてもらったし。いらんよ。盗賊はウィリアム旧姓通りの建物に入ってった。工事してるとこ、ちゃんと取り返してよ。やらないなら私が行くから。おい、ちょっと、おちび、いや、お嬢さん。おちび、心配ない、任せろ。もし迷子になったら耳を澄ませて、オルゴールはこんなメロディーなの。覚えられるかな、それ。覚えとくよ。難しいな。夜に行って、夜になると必ずあのビルに戻るの。どこに住んでるんだ？送るよ。バザールに行く。一人で行けるよ、赤ちゃんじゃないから。オルゴールがいらなかったら売ってもいいよ。高く売れると思う。俺は何のためにオルゴールを取りに行くんじゃ。まあサイドクエストやけど、いやね、思い出の品オルゴールを探す。ああ、気が向いたら行くわ。サイドクエストやしね。とりあえずちょっとメインをやっていくよ。どっち？あっち。ああ、行きましょう。さあ、ここやな。ソフィー無視したけどよかったんかな。どうなるんかな。帰ってきました、ピースキーパー。帰ってきたって言っていいのかな。マイトールさんはどこでしょう。こっちか。やめたいって話したっけ。やめて何を。失礼します。どうも。よく来てくれた。うん、モーテルには行かなかった。あんたの言う通り、何か怪しい感じがした。真相に近づきつつあるようだな。え、連中がルーカスを殺した、もしくは犯人を知ってる。力ずくで聞き出そう。どうするんだ。給水塔を制圧するのさ。ジャックとジョーはどこかに逃げた。塔に残ってるのはせいぜい下っ端だけだ。あそこは地域で唯一の水源だ。水を掌握する者がオールドビレドを掌握する。力ずくで奪うのか。そうしてもいい。だが盗賊がいなくなればバザールは塔に警備を置く。
BK を目にした途端、武力の衝突が起きる。いいか。ソフィーはちょっと気になんやけどな、どうなったのか。しかしだ、我々が密かに塔を乗っ取ってしまえば既成事実になる。忍び込めってことか。そうだ、ジャックとジョーが残した爆薬を解除し、爆薬残党を片付けてくれ。だが気をつけろ、あの塔は地域で一番高い建物だ。さらに入り口は閉ざされてる。やってみる、今は他に手がないだろ。よし、頼んだぞ。うまくいけばバザールとの交渉の切り札が手に入り、誰が殺人犯かを吐かせられる。意外とソフィーやったりとかそんなこともあったりするんかい。ああ、なんかパルクルレベル上がって、ああ、ストーリー完了したな。これはちょっとどうなんやろ。はうるせえ。いやちょっとソフィーちゃんはな気になるんやけどな。お世話になったからな、いろいろな。お世話になったというかお世話したな。でこっからは給水塔、あ、レベル2に変わったじゃん。なるほど。ああ、じゃあちょっと軽くサイドクエストいろいろこの辺でまたやっといた方がええんかもな。今から2になるってことは1ぐらい終わらしといた方がええかもしれんもんね。OK。盗賊連中は給水塔にいない、逃げたようだ。アイトールは水を抑えてバザールに言うことを聞かせる気だ。なんかサイドクエストやってたら給水塔のエリアに来てもたか。これはあ、なんか喋ってる。ちょっと待ってちょっと待って、一回逃げるよ。あー、俺はどこにいんの今。うい、ああ見えんいろいろ見えん。やばい。あ、登れ、逃げろ。とりあえずあそこの、あー、これは届く。あ、チェイス終了してる。あー、ちょっと待てサイドクエストやってたら、あー、なんか喋り出したぞあいつが。ここのあの思い出の品を俺をやろうとしてたよね。そしたら給水塔は近くに、いや全然違う場所よな。なんかちょっと遠目からそういうの喋る感じになってたんかな。思い出の品をやろうとしてたけど、とりあえず、これでいっか。これまた夜のクエストやし、この辺やっていきますわ。お前誰だ、近づいたら殺すぞ。ウィルとモニカに頼まれた。ウィル、あのクソ野郎め、今度見かけたら絶対にぶっ殺す。おい、落ち着け。腹綿を引き抜いて肩結びしてやる。肩結び、その彼女は妊娠してる。おや、おい、なんだっておや、あんたの子だよ。待て、それってつまり俺、俺は父親だ。ですね。おい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 、最高だな、奇跡だ。なんで最初からそう言わなかった。なんでずっとそっち見てんの。そのつもりだったが聞く耳持たなかったからな。一人じゃないかもしれないよな、双子、いや三つ子ってこともある。いやそれはないと思う。あんた名前は、男ならあんたにちなんだ名前にするやめて。
名前はお前が決めろ。自分でつけた方がいい。うん、さあもう行け、モニカが待ってる。ウィルは謝りたいそうだ、うん、いや謝罪なんかいらねえ、ふざけてただけだ。みんなやる害はないんだ、もういい。手は出さないんだな。当たり前だろ、子供のおじさんだぞ、傷つけるわけないじゃないモニカにプロポーズしねえと結婚しなきゃ噂されちまう。人ってのは怖いからな。怖いね。そうだろう、そうだろう。いやもうずっとそっち向いてんのが俺は消えた。バグってたんか。はーん、あの箱久しぶりちゃう。長らくなかなか俺は取れてなかったぞこれ。うん、うん、うん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 、インヒビター、あはん、インヒビターでレベルが上がれば一番ありがたいんやけどな。そういうわけにはなかなかいかんようやな。んーと、どれや、これか。なあ、あとまだもう一個ないとあげれないから、まだまだだなあ。こっちのポイントはもうちょっと残しとこうかな。OK。 はい、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 いや、千枚はそれは、それは狭い。わざとそういう感じで作っとんな。はい、はい、いやもう現実であったら死んでも出ねえこんな。ここよし、でってっぺん、あ、補給物資どこ、これか。あー、こんなのもあるのね。GRE アクセスキー、久しぶりです。ただできたら軍事データもいいんやけど、何だっけあれ欲しかったな。インなんちゃら。はい、ということで結構サイドクエストいっぱいやりました。とりあえず、ストーリーはなんとかやらずに、ある程度ね、ちょっとレベル1のやつだけでも全部やろうかなと思ったんですけど、なんかバグなのかどうなのか、なんかインタラクトというか、なんやったら風車すら稼働できないような状態にちょっとなったりとかもしてて、そのせいかわかんないですけど、まあどんどんなんか探索すればするほど新しいサイドクエストもまた受注しちゃってるような状態なので、キリがねえのでちょっとまた適当にいろいろレベルはある程度上がったんでね、メインストーリー行こうかなと思います。ここがね、この場所がインタラクトできなくなったのがちょっと気になるんやけどこういうものやったのかな。これこの後ずっとインタラクトできなくてストーリー積むとかそんなことがありませんようにとはちょっと思ってるんですけど、そんな不安がありつつですが、はい、とりあえず行きましょう。あ、なんかハテナあるぞ。
パルクールチャレンジ発見。あれ、こんな近いところ俺発見してなかったのか。ああ、ほらインタラクト全然できない。なんかちょっと嫌な予感がするなああインタラクト全然できひんし、何々を発見っていう、なんだアクティビティを見つけた時に出てくるやつとか、そういうのもね変なタイミングで出てきたりするのにね。待ってこれ、そんな飛べんのお前。あ、ほら、ま、これホース臭給水筒とか言って今出たけど、あ、痛い。うん、うん、で、あとドロップキック覚えたから俺ドロップキック、あー、なんかやめて、変に探索しすぎたんかな。おい、ちょっとそんな嫌な予感を感じつつでございますが、めっちゃ来るな。うん、やめて、スタミナがないよ、スタミナがないですよ。ドロップ外していく、やめて、うん、はあ、はあ、はあ、危ない、やめて、うん、うん、うん、ほら、ありがとうございました。いや大丈夫かなマジで、そんな不安がありますが、とりあえず次行くのは給水塔ですよね。うん、この辺、あそこ合ってます？思ったより高いな。うん、これは給水塔で当てたんか、大丈夫そうやな。ああ、一発。くそ、ん、まだこのアクティ…なんて、ん、なんか今、なんとしてもそしろ、あ一瞬なんかまだこのアクティビティはできませんみたいな、なんか一瞬出たぞ。ちょっと入っていい、ん、爆弾、あら来てる、残念。やっていいんかな、ちょっとなんか不安になってきたけど、行くよ。デディンライトつけて、で、ん、あともう一個は、ん、爆弾を、さっきなんかもう一個インタラクトなかったっけ。とりあえずアイテム、うんうん、しまったな。そう、レベル3に上がったからレベル3のアイテムがどんどん手に入るようにはなってきて、で逆に2のアイテムを売ろうと思って売ってなかったわ俺全然で、爆弾を探して解除する、ん、どこだ、うん、よっす、いやこん中よね、シザス、なんか下を指してたように感じたけど、地下、うん、上か、あ、この辺っぽいぞ、うん、あっ、の変に俺マジでメインを進めずに
サイドばっかりやってたからバグってもうたんかな。うん、うん、いけるよね。あった、よかった、爆弾ありました。で、へー、ん、まだなんかあんのか。この上りの底、ああまだ上がある。ほい、お、おっと、ダメ、みんな道連れだ。ジャック、起爆装置をよこせ。ジョーとジャック、ダメだ、目継ぎ物を取るはずだったろ。おい、ジャック、それは返せ。奴らは報いを受ける。奴らは死ぬんだ。ジャック、上か、いい加減にしろ。あ、ここにも。なんかサイドクエストやってると、よし、結構バグなのか、こっちを向いてくれないキャラとか、もしくはキャラクターが動いてなくてずっと壁を見てるだけの絵とか、そういうのも結構あったのよね。そんなバグもあったから、マジで進行不能バグとか。泣くぞそんなのになると。やっぶっ、なんでやねん。え、ちょっと待って、え、ほっ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 、なんか飛び降りてもうたけど。イエス、え、どこ行くの。こっちから来たでしょ。んー、ここ登って、こっち行って飛んで、あ、こっちも行けるよな。あ、いや、外やな。外出て、ただ、え、オッケー。で、さっきあんな派手に飛び出してって、あー、高っ、やば、うん、来いよー。うん、うわ、うわわわわ、うおー、こわーい。これは一回、いや、だだだ、あ、死んだ、絶対。うっす、生きて、死亡しました。アイトール、ジャックとジョーが塔にいる。はい、どうも。飛ばす気だ。どっからでしょう。どうしても阻止しろ。塔には地雷が仕掛けられてる。うん、急いで解除するんだ。もう一回全部取っていくのね。OK、 頑張ります。さっきのところまで行きましょう。さあ来たぞ、今度こそ頼むよ。これで今でもう飛んじゃい、よし。OK、 なんとかなったな。なんとかなった。すごい景色だ。ちょっと双眼鏡で行けてないとこ。久しぶりに双眼鏡を起動させて、結構ね、まあ別にこんな高いとこ登らなくても遮蔽物があっても結構簡単に見つけてくれんのよな、意外とな。でもなかなかこれ多分時間かかるのよな。この辺、うんふん、泣いてた中くれが。OK、 うーん、ちょっとキリがないからもうまた今度にしよう。今はこんなことやってる場合じゃない。で、はい、開けていいのかな。ここやんね、オープン。うん、こんにち、うわ、開けんの遅、こんな時間かかんの。あ、やっと入ります。静かにやってんのかなこれ。
はあ、バレないもんですか。うん、うん、バレた。バカ。止まれ。はい。こっちに来たら塔を吹っ飛ばすぞ。うん。これがジョーと。うん。戦う。やってみろ。できないだろうが。ジャック、やつの話を聞くな。もう終わりだ。全部ぶっ飛ばせ。あれ。もうわからない。怖い。やっぱジョーとジャック全然待て、見たことないやつやんな。こいつ最近バザールに現れたっていう流浪人じゃ。うん、かもな。でこいつが流浪人だったら何だってんだい。わからねえか。流浪人なら町の外に逃がしてくれるかもしれない。安全な場所にな。お、信用できねえ。お前は誰も信用しないだろ。あるうちにバーニーと仲良くしろって言ったのに。たまには言うこと聞けよ。バーニーと仲良く、何のためだ。奴をバザールから追い出すためだ。 PK の情報をもとにな。奴には警告と逃げるチャンスをやったんだがな、うまくやれるとでも思ったんだろうよ。ということ？バーニーに警告？何を？まあルーカスに武器使用、その他の容疑でしょっぴかれるぞってさ。ずっと罠を張ってた。おとなしく逃げときゃいいものを、小賢しく立ち回ろうとするからだ。バーニーは狙われてるのを知ってたのか？あのバカはオールドビルドで戦争する気だった。戦争なんて一番役に立たない。金とクリスタルは別だよな。なんかややこしいな話。だからあの狂犬と姉貴を始末しようとしたんだよ。でルローニーよ、本当に俺たちを町から逃がせるのか。落ち着けジョー。落ち着いていられるかよ。あの狂犬と兄貴って言ってたわ。一番近くて安全なところに誰も死ななくて済む。ちょっと待って、これも大事な選択っぽいけど、逃がしたろう。町からは出してやれる。だがその前に用事がある。どっかに隠れて待ってろ。奴らに見つからないような。運が良ければな。ジャック、嘘だぞ。他に手はねえ。こいつらからなんかもっと詳しい話聞けへんのかな。いいだろう。タンゴモーテルの近くのトンネルで待つ。お、タンゴモーテル。そこに着いたら合図を送る。いい選択だ。さあ起爆装置を渡せジャック。うん、はあ、とりあえずは平和に行けた。もういいな。なんかちょっとソフィーの部分とかも考えると、あいつら二人すげえ重要な情報持ってそうな気がするんだけどな。でもこんなにいっぱい武器とか瓶があるってことは、戦う選択肢がやっぱあったってことやんね、これね。ちょっと待って。ちょっと武器だけ入れ替えさせて。この辺いらん、いらん。やったらもう一丁いらん。ほい。でこっちよ。あれもう一個なかった。あれ、あ、これか。OK。 じゃあ稼働させます。さてここはどうするか。誰に水を任せる。誰に水。シティアラインメント、施設をピースキーパーまたはサバイバーに割り当てるとそのゾーンを支配。いずれかの勢力がゾーンを支配すると独自のオブジェクトを設置。ピースキーパーは戦闘にフォーカスしたトラップ、サバイバーは移動。わあ、どっちもええな。あーなるほど、これで、あーなんかマップで勢力的なのが変わんのか。施設を多く割り当てるほど勢力は力を増し、より優れたオブジェクトを設置。現在のシティアラインメントの状況はマップメニューで確認。あら、ついにそんな感じやってきたんですね。ズズン。俺はじゃあとりあえず
ピースキーパーあでいいよね。基本ジップライン系が多いってことやろ。どうなんかな。これがないといけないところとかが出てくるんやったらちょっと困るけど。カートラップが設置。水源を無料で。これは一緒やね。あ、どんどんこんな。すげえ、レーザーキャノンとかある。どんどんこっちに行くってことなんかな。ジップライン、エアバッグ、あ、めっちゃ飛ぶやつか。あー、こっちもこっちで楽しそうやな、おい。ランディングバッグ。ぽよーんって。蘇生。はー。パラグライダー。え？あ、じゃあ、エアベントって、あれか。乱気流みたいな発生させるやつってこと？いやどっちもええからそら困るなおい。まあでもちょっとこっちやってみようかな。うん、全然ピースキーパーに思い入れないんやけどな。もうちょっとあのソフィーをどうするかみたいなところでソフィーを無視した流れがあるからちょっとこっちにしますよ。ダダーン。あら、青色がいっぱい。ステアライメント画面に移動できるようになった。それは何？L2 でズームアウトしてシティア、あーん。シティアラインメント画面ではシティの元凶が表示され、ゾーンが中立なのかもしくはピースキーパーやサバイガーが掌握しているかなどを見ることができる。この赤色のところは、あ、レネゲイドってことね。うん、通称ブッチャーのホーム。シティ報酬。どうなんかな。これ一回黄色になったやつをもう一回青に変えたりとかってできんのかな。その辺の説明多分なかったよね。ねえ、ここ。エイデン、どこにいる？ジャックとジョーはバーニーにルーカスの狙いを警告してた。ホーコンは中立なんか。結局その時ルーカスが殺された。バーニーのアジトの単語モーテルを調べよう。安全を確かめとく。これで？それ。バーニーの部屋をガサ入れしてこい。今がチャンスだ。バーニーの部屋。バーニーの部屋。あそこに戻んのかな。いやー。どけやどっか行った。ちょっと待って。次がバーニーの隠れ家。それはどこ？あ、こんなとこ。OK。まあ適当にあっちの方向かいましょうか。お前はおしまいだ。これはどうだ、クソ野郎。よけてみろ。どうしたお前。こっちから行くぞ。どうしたお前。おしまいだ。なんでそんなところに。もう逃がさねえぞ。どうやって入ったん。避けてみろ。避けてみろじゃねえわ。ベイビー。ベイビー。当たんのかい。もう逃がさねえぞ、クソ野郎。こっちの攻撃は？痛い痛い痛い。覚悟しろ。あ、この場所攻撃できひんやんけ。クソ
野郎。ほらこれしかちょっと攻撃できひんわ、ここ。はいはい、ほら、あはん。お疲れ様でした。これもバグかい。なんか空中が危ね、空中でなんか燃えてるんですけど。え、こん中にお前、いた、入れるんやったっけ。あ、出てこられました。バグやな、この野郎。ドロップキックのせいか。ドロップキックで、ほら、ドロップキックできなくなる、この中に近づきすぎると。頼むぜ。あ、給水塔の近くでソフィーのグループを見た。あ、今ならあそこは無人だ。ただいつ戻るかわからんぞ。やっぱあそこに行くんやな。前入らなかったあの場所、今回は入ってええんですか。あー、インヒビター気になるわ。また取るのな、あれもな。あ、何しろ、どいて。よし、ここやね。ん、どっか違う感じでここを入れってことか。どっから入るんだい。どこをどう登れば。この辺掴めないもんな。邪魔だよ、ゾンビくん。普通にこれ登って、あ、あ、あ、なんか微妙な感じ。これでいや、いけたわ。間違ってる気はするけど。ドン、足行こう。とりあえずはまあこれで、そこには行けそうやぞ。はっ、うん、インヒビターがどっかにあるんやろうけどな。とりあえずこっち行くぞ。入るぞ。めっちゃ言うな。もうちょっと、もうちょっと、はい。お、びっくりした。つかない。え、入れへん。入れた。何あなた、ちょっとバグかい。ちょっといやー、なんかもうマジでバグちょっと怖いって。あ、インヒビターあるわ。それはありがとう。やったぜ。バーニーの隠れ家、ここ隠れ家を調べて、あ、これか。よかったよかった。あそこのやつマジで、なんや。ほら。瓶が吸収された。20号みたいなことやられた。いや、ちょっとマジで、バグが怖なってきたけど。いいよね。行くよ。調査だよね。はい。証拠にならない。ん？証拠にならない。あ、他にも何個かあるってことか、じゃあ。
マジ？ホーコン、ルーカスから吐いたタトゥーがあった。あのイカレ野郎。何？な、吐きそうだ。ルーカスなの？行ける、アイトールに伝え。なぜ姉貴の持ち物を調べてる？ルーローニンがここの家政婦やってたとはな。やっぱお前、お前がやったんだな。何のことだ？うん、違う。ルーカスの一部を記念に残してるのかってことや。うるせえ、いい推理だが俺のじゃねえ。おい、殺してやるか。おい、やめて。マジやんの？おい、お前のためにやる。甘い。死ね。よし、ちょっと、うい、バカ、いくぞ。ほら、あー、俺も燃えてる。どうじゃ、なあ、あ、カインビンだけでもしかしていけちゃった。女はここにはいない。どうも。あの女、ここ数時間あれ、ホーコンさん。見せてない。うん、おっす。これはつまり証明したかったんだろう。自分こそがルーカスを殺したんだって。人食い変態野郎だったとはな。変態、俺じゃねえ。こいつがはめやがったんだ。ひとまず連行する。すぐに洗いざらい吐かせてやるさ。やるさ。おなんな、よくやったエイデン。うん、後でオフィスに来い。約束を果たそう。お、約束を果たそうってことはいよいよもういけるのかい。バーニーを倒しちゃったけど、これもあれかな、選択肢によって結果変わってたりしてんのかな。どうなんですか。あー、ちょっとまた他の人のプレイも見てみたくはなりましたな。ちょっと待って、なんかポイントじゃないわ、インヒビター手に入れたんか。どっち上げましょう。今はまだええかな。ああ、どっちかポイント入ってから考えようか。オッケー、じゃあ行くでー。お前のせいで、ちここ待ってる。おい、この感じ大丈夫け。お、起動カートラップ、どうやってんやこれ。あ、できた。あ、そんな感じ。おい、いた、爆発巻き込まれました。あー、なんかあれか、近づいたらできるやつはそういう表示が出るっていう感じやね。全部が全部ってわけじゃなさそうやね。うるせえ、またな。さあ帰ってきましたよ。入れるよね。あ、心を開いてくれれば。争いはダメだ。平和が一番。嘘。終わったかな俺。入れへんで。え？マジで撃てる？ここでは武器を使えないじゃなくてさ、ここでしょ入り口。
やべえ。さあちょっとゲームを再起動させて帰ってまいりましたが、あーよかった、いためっちゃ焦った。 PK 入隊に興味はあるか。あーだとお前は獰猛な戦士らしいなマジで詰んだかと思った。絶望をちょっと感じてたわ。 OK。 総合的に判断して結論で、ここだね。暗いぞ。指揮官を殺したろ、イカれたお前の考えか。うん、それとも姉貴の入れ知恵か。黙れ。あの野郎は大嫌いだったけど、殺すほど俺はバカじゃねえ。うん、犯罪者ってのは現行犯でと捕まえてもとことんしらを切るもんだ。てめえがバカだから何もわかんねえんだろ、知るか、うん、間抜けよっぽど俺に殺されたいのか。だがそれは俺の仕事じゃない。じゃない。お前は裁判でしっかり罰を受ける。うん、なんで皮なんか。なぜタトゥーなんか剥いだ。やってねえんだから知るわけねえだろ。ぶち切れることはあるけどよ、俺はそこまで最高じゃねえ。お前は十分最高野郎だ。大方誰かに命じられて殺した証拠に剥いだんだろ。剥いだんだろ。よく聞け、このクソ PK、 俺じゃねえっつったろ。何度言えばわかる。証明しろ。クソが。ってことはてめえらも証拠がねえってこったろ。PK 学校で何を教わった、このタコ。 PK 学校で結局何をしたかった。ルーカスを殺してどうしたかった。知るか、アホ。殺してねえっつってんのに、そりゃやられたらやり返す。やり返す言うてるやん。けど俺は殺人鬼じゃねえ。もういい、エイデン。こういう輩はただ騒ぎを起こしたいだけなんだ。取り調べは以上。どうせ白状せん。どうすんの。嘘は言ってねえ。てめえらに嘘ついたところでルーカスを殺すより得がねえだろ。やってねえけどな。ケツの穴に脳みそが詰まってるようなやつに筋の通った話は期待しとらん。ケツの穴で喋るやつがよ。その休み休み。ああ。この川が動かぬ証拠。こう面白いこと言ってたと思ったんですけど、俺は。これ以上このクズを相手にしてる暇はない。はい。こいつは裁判にかけられ、直死刑になる。約束の方は。生きてるさ。お。トンネルに向かえ。バーニーの処罰が済んだら俺も行く。お。その前に一つ。その前に。まだなんかあんの？あいつはでもなんかやってなさそうな感じがちょっとするな。正直者っぽいからな。なんだ。センターに着いたら。うん。妻と子供にこれを届けてほしい。あら。俺は無事だと伝えてくれ。他に信頼できる人間はいないか。家族が。残念だがな、これが毒で罠ってことはないよな。まさか住所はそこに、あ、給水塔クリア。新たなストーリー、暗闇設計図盗賊へとかいうのが入ったな。やっぱなんかちょいちょいメインストーリークリアしないと入らない設計図とかは結構あるっぽいね。次がこれですね。まだでもレベル2やもんな。ちょっとなんかまた展開進んできたので、とりあえずバグらずになんとかいけたのでよかった。ということでこの続き、また次回プレイしていきたいと思います。それではまた。よろしくどうぞ。